では引き続き、うんうん、動機づけられるきっかけというのがあってですね、各タイプごとの動機づけのきっかけ、うん、才能があり有能な多くの人が、うん、自分たちが他者にどのような印象を与えているか気づいていないことが多いために、うん、残念なことにそれを生かす機会を何度も逸していることがあるということは先ほど述べたと。そうですね、他者にどういう印象を与えているかを知らないから、うんうんうん、ちょっと損していることがあるかもしれませんよっていうことですね。またそれと同様にやる気が起こらなかったり、うん、自分の課題や仕事への関わり方がよくわからないでいる人もいると。そのために自分にとって嬉しくない満足のいかない経験をしていたり過小評価されることが多分にありますよと、うん、このことをタイプというレンズを通してみると、うん、気づかなかった大切な観点の存在に気づきます、うん、なんてことが書かれていまして、うん、動機づけがうまくいっているときに見られる特徴として、うん、SP、はい、感覚機能と知覚態度ですね、うん、SP の人は融通の利く現実主義者、うん、今ここに焦点が向いている、うん、真新しい体験を絶えず探し求めている、うん、その場その場の状況に合わせる、うん、自分のエネルギーを有効に使う、うん、今ここで起きていることに敏感、うん、無駄がないことを大切にする、うん、でこの動機づけがうまくいかなくなると、うん、気が散る、うん、ぼんやりする、うん、落ち着きがなくなる、うん、億劫になる、うんとあります、うん、では NP 型、うん、直感機能と知覚的態度、うん、動機づけがうまくいっている時に見られる特徴ですね、うん、融通の利く改革者、うん、自主的に行動している、うん、新しい挑戦を探し求める慣例にとらわれない、うん、チャレンジ精神が旺盛、うん、流暢で表現力が豊か、うん、常識にはまらない想像力に富んだ、うん、独創的、うん、とあって、この動機づけがうまくいかなくなると、うん、移り気になる、目先の楽しく愉快なことだけを求める、うん、自分の欲求を満たすことを待てなくなる、うん、休息しなくなる、うん、とあります、うん、まあ、このまま引き続き、うん、FJ 型の動機づけがうまくいっている時に見られる特徴、うん、感情機能と判断的態度 FJ ですね、うん、有効的なリーダーすぐに反応が見られる相手と自分の欲望に敏感、うん、隠しきばらない、うん、人間関係において表現豊かで活気にあふれている、うん、でこの動機づけがうまくいかなくなると、うん、他者の動機に対して過度に敏感になり、うん、評価的な態度を取る、うん、自分のことで精一杯になる、うんうん、とあります、うん、では引き続き TJ 型、うん、思考機能と判断的態度の人ですね、うん、論理的な意思決定者、うん、動じない、うん、分析的、うん、執行権を持って物事を実行する、うん、議論したり疑問を持って臨む、うん、きっちりとしていて厳密である、じっくり考えながら物事を進める、うん、野心的、うん、でこの動機づけがうまくいかなくなると、うん、神経を張り詰める、うん、頑固になる、うん、支配的になる、うん、思い上がる、うん、っていうのがあって、うん、ああ FJ やん、はい、俺すぐリーダーになりたがるもんね、うん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 、っていう一致がありながら、うん、ここに書いてあったのは、うん、そのまあ、体っていうのは、うん、とてもよくできていますと、うん、なのでその動機づけがうまくいかなくなった時の態度、うん、まあ、私で言うと他者の動機に対して、うん、過度に敏感になって、うんうんうん、評価的な態度を取るとか、うんうんうん、もう自分のことで精一杯、あ、そんな感じしますね。しますよね。そのこの辺ツイッターのやつでも、はい、こうあの人はあんなこと言ってるみたいな。そうですね、うん、であいつの動機は何だ
画面きっとこう本に違いないみたいなってやって評価して、うん、っていう、あ、やってるねと思って、うんうんうん、でこれは要は心のサインですと、うんうんうん、あなた今急にここでエニアグラムの話もするのは何なんですけど、はい、あなた今健全度高くないよ、うんうんうん、要は我慢しているよと、うん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 、で、まあ、MBTI を読み進めていくと、うん、この時に役立つのは、うん、劣等機能を生かして、うんうんうん、その問題を解決 しようっていうのが出てくるんですけど、うんうん、これはまた次の時間にと思ってるんですけど、はいはい、体はよくできているので、うん、仕事がなんかモヤモヤするとか、うん、なんかうまくいってない、うんうん、私が有効的なリーダーを演じていて、うん、すぐに反応見られている時って、うん、心が爽快なんですね、うん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 、なんでその多分気持ちがいいことって多分皆さん分かってると思うんです、うんうん、なのでやりたいことがないはないだろうは思うんですね。それがお金にならないはあるとは思うんですけど、うん、なんか気持ちいいっていうことは、まあ、その例えばやりたいことがいっぱいあるとかもあるじゃないですか。ある。本当にこれでいいのか出たP P でここに見たときに、あ、隊長が SP にいるなってちょっと思ったんですね、うんうん、要はよく言うじゃないですか、うん、無駄が嫌いだと、うんうんうん、なんかこのなんかバーって作業とかしてるときに、うんうん、あ、これ無駄だなって、はいはいはい、頭が働き始める、うんうん、あ、これ今ここにないですね、確かに、はい、N か S かちょっと迷ったところなんですけども、はいはいはい、この気が散る、ぼんやりする、うん、ぼんやりする、落ち着きがなくなる、うんうん、で急に面倒くさくなるみたいな、うんうんうん、SP やんとかって思いながら、うん、そのうまくいってない時のはすごい心当たりがあるって、はい、今自己が統一しましたね、はい、って言われるのは腹立つかもしれませんけど、それの自己統一は良くないですよね。あ、ただまあなんか、はい、自分が分かった気になるだけでも、うん、で僕はちょっと、あ、僕がこれでちょっと楽になったので、うん、ちょっと今日紹介したくなったんですよ。なんかその自己統一って、はい、60歳を過ぎても、はい、高校生の時と同じ悩みなんじゃないかなって思いましたけどね。女子高生が悩んでるっていうのと、はい、それをそのまま60歳まで持っていった、うん、で僕がもしかね等身の先生なら言うんですよ、僕も悩んでるよ、そんなもんですよ、そんなもんですよなんですよ、うん、大人もみんな悩んでるよ、だから、うん、大丈夫だからいけないってわけじゃない。そう、うん、で、うん、悩んでもいい、うん、悩まなくてもいい、うん、まあ悩みますよ多分みんな、これどうしたらいいんだろうって悩むじゃないですか。悩む時もある、うん、はい、うん、忘れる時もあります。忘れる時もある、はい、うん、でこれでいいんだって思う時もある、うんうん、で僕はそう思いますなんですよ。はいはいはい。で僕もでさっき紹介した先生に言ってほしかったのは、うん、僕はこう思いますなんですね。ああ。答えがこうなんですじゃないんですよ、うんうん、お前に答えは求めてないんですよ。、うん、いやあなたの答えは、うん、あなたでいいはいいんですけど、うんうん、あのすべからく答えがこうなんですって言われると、うん、お前はお釈迦かと、うん、いやキリストかとうん、うん、神様かと、神様かな、うん、って聞きたくなるんですね。はいはいはい、申し訳ございません。ちょっと乱しましたね心に。じゃあ一旦ここでちょっと分からなくなってしまうので、周囲に与える印象は1文字目と4文字目で決まるということらしいですね。まあなんかざっくりな感じじゃないですか多分印象なので。あ、そうですね、深くこう話をしてこの人はどんな人だろうっていうよりも、はい、遠くの方で喋ってるのを見かけて、はい、ああなんか騒がしい人だなぐらいの。動機付けがうまくいってないの意味が分からなかったけど、うん、単純にイライラした時って考えればいいんですか。動機付けっていうのはなんか仕事がなんかうまくいっている時とか、うんうん、うまくいってない時、うまくいってない時とかかなと思ってます、うん、まあなんかうまくいってない時ですよ。動機づけがうまくいってない、健全度が落ちてきている状態っていう心のバランスです、はい、うん、翻訳がまあ翻訳が良くないのはあるかもしれないですね、うん、動機づけってモチベートね、うん、やる気になるシチュエーション、そうですね、やる気になるシチュエーション、うんうん、動機づけっていうのはそう、あ、そういうことですね、うん、やる気になるシチュエーション、うん、おっしゃる通りだと思います。モチベートシチュエーションでしょうねと、翻訳するならなすことがうまくいってる状態ですねと。なるほど。 J の人は別に決めた例という動機じゃなくて、ひとまずスキームや正解を構築して考えるっていう機能じゃないですかね。
うん、ルールとかそういうことですよね。 FJ は共感の思考なのでピカーンときたらこれだって飛びつくが、うん、TJ は批判の思考なので知的スキームを変更せずにむしろ事態を吟味するのではと。僕はまあそうです。あと、うん、ここで今日これを持ち出したのは、はい、まあ、これだっていうのはあるんですけど、うんうん、やっぱ話したいじゃないですか、うんうん、人と人と、はい、で 違うよって言われるのも別にいいんですよ、うんうん、そうだねと思うので、うん、あ、それもそうだねって思うので、うんうん、ただ頭から否定されると、うん、なんだって否定すんのかって。そんなにでも誰も否定はしないんですよ。そうなんですよ、うん、そうなんですそう否定と受け止めることはあるけどあるこれは動機付けがうまくいってないところなんですよ